モデルプレスイコール2023年6月24日、キングプリンスの長瀬恋が23日、都内で行われた TBSK 日曜劇場、ラストマン、全盲の捜査官、毎週日曜夜9時、最終回プレミア試写会サプライズトークショーに、福山雅治、大泉洋、リモート出演、今田美洋、吉田洋と出席。今田とのやりとりを追求される場面があった。写真。 福山雅治をマシャさんと呼びたい長瀬連長瀬連の一言に福山雅治ドラマの中でですよね。長瀬演じる刑事、五藤泉が未だ演じる捜査分析センター、SSBC の分析官、東雄まに抱く恋の行方も話題になっている本作。ドラマスタート前の会見では、役柄の関係性と実際の長瀬、 未だの関係性がごちゃごちゃになったトークを繰り広げて盛り上がりを見せていた。この日のイベントでも、福山から、この二人どうなってるんですかと泉と東の関係性について切り出された長瀬は、マジでご飯行きたいっす。と一声、一回頑張って誘ったんですけど、ドラマの中で、と加えると、ドラマの中で、ですよね。とあくまで作品内であることを強調する福山に、もちろんですよ。 ドラマの中ですよ。その登壇ですから。と笑顔を見せた。泉、長瀬連東、今田美代、の関係性を問う一方。今田は、あれだけ直接言われているので、好意を感じているとは思うんですけど、と、泉に対する東の思いを推測。東的にはどうなんですか吉田、東的には、ですよ。福山、と見事な連携が飛び交った際には、長瀬が、いやいや。 それ以上言うと、うん、ってなりますから、と焦る様子を見せた。続けて、泉はアズのラインを知っているはず、と予想し、回を重ねるごとにほんまにちょっとずつ、距離が近づいてってる感覚はありました。おかしくれたし、と泉とアズの距離が近づいていることを説明し、最後は福山が、二人の関係は、お楽しみにってことで、とまとめていた。福山正春主演、ラストマン、 全盲の捜査官、本作は、主演の福山演じるアメリカから期間限定で交換留学生として来日した FBI、アメリカ連邦捜査局特別捜査官、南博美と、大泉演じる南のアテンドを命じられた警察庁人材交流企画室の室長、後藤慎太郎がデコボコバディを組んで難事件に挑んでいく、新時代の痛快なバディドラマ。長瀬は所天童の老いっ子に当たる桜藩の刑事、 泉、今田は捜査分析センター、SSBC、の分析官、東吉田は捜査一家主任の桜園家を演じた。モデルプレス編集部。